ミロキュー。はい、ミロキュー。ミロキュー、マイマイマイ声の3話が上がったよ。上がったね。今日上がったよ、しかも。今日、あ、上がったよ。今日上がったよ。今日なのか。え、今日じゃないの。いや、昨日だね。え、昨日なの。ちょっと待って、知らなかったよ。待って、あれ昨日、あれ一昨日、ちょっと待って。分かってないじゃん。やばいやばい。それは編集中のピョッキュに任せよ。うん、と二人ともね、初見なんで。初見なんでね。いやー、2話までの流れはさ、ちょっと思い出しながらやっていこうとは思ってるんだけど。うんうん。まあ、だから2話までのネタバレは今から含まれるから、うん、先に2話まで見てくれよってことだね。うん、そうだね。どうする？不穏だよ。タイトル。うん、そうだね。子供たちの別れって書いてあるよ。みんな別れちゃうの？結構まだ人数いたと思うけど。うん。はやてくんがさ、前回っていうかその、第2話で不穏なちょっと感じで終わったから。あ、そうだね。そう、そこがね、絶対関わってくるとは思うんだけど。いや、僕これ背景紫色じゃん。うん。で、ゾーヤちゃんがちょっと怪しんちゃうかなって思ってるんだけど。で、ゾーヤちゃんってはやてくんとちょっとなんか似てる感じじゃん、雰囲気。うん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 。だからなんかあるんじゃないって思ってるんですけど。はー。紫って聞いて私パッと思い浮かんだのまどかちゃんだったけど、確かにゾーヤちゃんも紫だわな。確かにまどか、でもまどかは前回だいぶしごかれたよね。だいぶね。うん、まあ、でもはやてくん関連で言えばゆずりはちゃんも出てくる可能性あるし、うん、なんならこの下の雲の色ゆずりはだからね。そうだから、ゆずりはちゃんが今回割となんかはやてくんと深く関わって犠牲になっちゃったりするんじゃないかって思ってたわ。確かに確かに怖い、うん、怖い。もう、あ、始められない。行くしかねえ。行くぞ、やってくぞ。やってくぞ。はい。あ、良い子の操作説明、ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりだな、本当に。ねえ。3ヶ月くらいかな？間空いてるよね。うんうん、あ、先生。よろしく、ミロッキュ。ああ、そうだわ。そうだよ。やばい。忘れてるね。朝ごはんの時間まで、まだだいぶあるけど、目覚めちゃったな。お、ああ、そうだ。こんなことが、いつまで続くんだ。ね、守るとリンリンね。あの子たちが何をしたって言うんだよ。ん？ああ、前回、ハヤテが捨てたクレヨン。これは、寄せ書きの黒色、任せましたよ。ハヤテのクレヨンじゃないか。どうしてこんなところに。まさか。あ、もうこんな急展開なの？ね、もう別れじゃん。寝床のどこにもハヤテがいない。いつからいなかったんだ。俺より早く起きたのか。それとも昨日の夜にはもう。マジ？くそ、カエル卵の仕業か。それとも、いや、理由を考えている場合じゃない。とにかくハヤテを探さなくちゃ。うわ、これはだいぶ急でか。ああ、ゆずりはちゃん。ええ、なるほど。どこ行くよ。え、どうしようどうしよう。どこなら、え、ちょっと待って、あ、どこにいる？ああ、勝手にいっちゃった。あ、入ってく。ここにはいない。人の気配がしない。はい、ちょっと待って、他行こう。じゃあ広場。あ、ハヤテどこだ。いるなら返事してくれ。いるか。あ、いそう。いい、え、あ、そっちにも行けんの。え、奥。ああ、出るんかい。違う、奥、あれ何。あ、でも9の方かかな。今、視界の端で何かが動いたような。ハヤテなのか。お、見えてる。あ、いたいたいた。あ、ハヤテ、やばい、頑張って。久しぶりの操作で。よし、いいよ。心配したよ、カエル卵にさらわれたんじゃないかって。さあ、休憩所に帰ろう。もう朝ごはんの時間だよ。いや。
俺はもう、休憩所には帰らねえ。俺は一人でメダルを集める。誰の力も借りねえ。どうして？守るから受け取ったクレヨンのこと忘れちゃったのか？その守るは、仲間だなんだって言ってた結果どうなったんだよ！脱出できなきゃ、何の意味もねえだろ！どうする？一人じゃ脱出できないよ。みんなが心配するよ。先生の言うことを聞いてくれ。一番上じゃね？一番上よな。なんか今道場買ってもとか命令してもって感じするよな。うん、命令は絶対ダメだ。うん。一番上だ。一人でメダルを集めるなんて無茶だ。挑戦できないアトラクションだってある。そうじゃないアトラクションだってある。少なくとも協力プレイは絶対じゃねえ。もうそういうのはいい。全部無駄だってはっきりした。ここは保育園じゃねえんだ。俺に構うな。一匹狼だ。ああ。はやて。はやての目にはあまりに迷いがなく、しかしどこか悲しげで、今の俺がはやてにかけられる言葉なんて、あるはずもなかった。離脱したか。そうだね。みんなバラバラになっちゃうのかな。おかちゃん大変です。かわいい。あ、ライムどうしたの？ドットでもバッ、なんか目キュッてなってる。あ、ほんとだ、かわいい。待って。はっ、どうしても行くんですね。うわぁ、悪く思わないでね。私はそういうぬるいやり方にはこれ以上付き合えないから。マジ？はぁ、っていうかあの二人仲やちゃんと良かったんだな。仲直りしたんかね。あれ、ゆずりほとまどかはどこに？あ、岡田先生、二人はこの休憩所を出ていく決意を固めたそうです。え？すいません、止めようとはしたのですが、自分の力でメダルを集めてここを脱出すると。しんかちゃんとあたるちゃんもさっき、え？ヒーローがみんなの分までメダルを集めてやるぜってどっか行っちゃったです。シンタと渡るまで本当にバラバラじゃん。マジか。え、こんなことある？あー、いや、マモルとリンリンがどれだけみんなをなんかまとめてくれてたかが、うん、そうだね。うわ、そんな、こんな時にどうしてバラバラに。あ、先生が頼りにならないからじゃない？そんなことは。いや、そうだ。先生である俺が何もできないから、みんな自分の身を自分で守ろうとしている。俺がもっと頼りになる先生だったら、こうはならなかったんじゃないのか。みんなにだって、誰を頼って信じるのか、選ぶ権利くらいある。は。岡田先生、大丈夫ですか？狼さんとヤギさんみたいだね。え？それぞれが狩りをする狼さんチームと、みんなでまとまったヤギさんチーム。二つのチームに分かれちゃったな。たった一晩で、何もかも変わってしまった。いや、そんなことあるんだ。マジで？じゃあ3個のチームがどっか行っちゃったんだ。ってことだ。あ、第3話、子供たちの別れ。うわ、気になる。1枚の人らがめっちゃ多いね。そうだね。いや、ライムちゃん
っとか。マリアと、あとゾーヤちゃんが1枚。え、待って、僕のヒカルちゃんが。ヒカルちゃんも1枚。なんか、カナタが多いのはまあまだわかるんだけどさ、うん。離脱してったマドカとか、うん。ズリハも枚数多いし、シンタとカナタも、あ、違う違う、シンタとワタルも枚数多いし、これちゃんは、と離脱してった人たちは多いんだよね。ブロックアンサーってさ、参加してた人たちじゃん？あ、そっかそっか。あー、なるヤほギどさんチーム結ね。構きついかもきな。ついね。どうにかしないと。でも先生に負担がかかりすぎる。ルミ先生、いつになったら復活してくれるんそれだ。だー、ファイル1。早く起きてくれ。あ、ダメそう。さて、今、休憩所にいる子はこれで全員かな。ずいぶん減って、スカスカのタピオカみたいになっちゃったね。みんな勝手なことして。これじゃ、寄せ書きもできないです。まあ仕方ないね。クレヨンも足りないし。ハヤテをはじめとした各々で動いている狼さんチーム。彼らをこのまま放っておくわけにはいかない。けど、でもこれ大事じゃね？マジここで選ぶの？ね。いやでもそりゃさ、連れ戻すよね。連れ戻すけど、ねえ、まあ素直に戻ってきてくれるとは限らないけどって感じだけどね。まあそうだね。 まあ連れ戻す意思はあるよね。自分の身を守るために動いている彼らを止める権利が俺にあるのか。あ、また選べなくなってる。ね。ヤギさんチームのようにまとめることが正しいなんて、俺には言い切れない。選べません。狼さんチーム放っておく。確かに彼らも一理ある。俺の一存で止めることなんてできない。けど、じゃ、でも、先生である俺がそんなことを言い出したら、本当にみんなバラバラになってしまうぞ。選べない。また悩んでる。ああ。狼さんチームのみんなは、ユウ先生が探すよ。いや、ユウ先生の表情もだんだん暗くなってんのよな、これ。目の下にクマが。おとなしく戻ってきてくれるかどうかはわからないけど、追いかけて、せめて話を聞こうと思う。よろしくお願いします、岡田先生。さて、休憩所の皆さん、カナダさん風に言えば、ヤギさんチームですか？こちらはどうしましょう？ああ、かわいそう。ねえ、これきつい。いやー、壊れちゃうよ。こんな時こそタンポポちゃんだよ。この中だとライオンが一番しっかりしてるよね。いやでもヒカルも同じ立場だったから、なんか言ってあげてほしいけどな。ねえ。わかりました。こうなった以上は任せてください。え、大丈夫？ヤギさんチームはこれ以上混乱が起きないよう、私が責任を持って監督しておきますので。岡田先生は安心して狼さんチームの様子を見に行ってあげてください。いや、一人にじゃなくてさ、ヒカルちゃんとライオンちゃんで二人でって、なんとかなんないそうの？だね。ね。ありがとう、ライオン。いつも任せちゃってごめんね。お姉様がいるなら安心です。かかわわいい。いい。 あ、よかった。私も手伝うよ、ライオン。ありがとうございます。ヒカルさんはぜひ、マリアさんと一緒に、ルミ先生のお世話をしてあげてください。そう？もっといろいろ任せてくれてもいいよ。こんな時こそ適材適所です。ヒカルさんたちはすでにルミ先生からの信頼も厚いですし、私がおっかなびっくり世話するよりずっと効率的かと思いまして。賢い。ルミ先生。かわいいな。メガネくんとメガネちゃんが二人ともいなくなっちゃって、ひーちゃんもちょっとお疲れでしょ？マリアと一緒にできることしようね。
天使。ああ。そうだね。相変わらず聖母だ。狼さんチームを追わなきゃならないのはもちろんだけど、ヤギさんチームのことだってライオンに丸投げするわけにはいかない。さらには今日も先生としてみんなのメダルを集めなくちゃならないけど、大丈夫だ。メダルはゴーからでも遅くはない。焦らず一つずつやっていこう。やらなきゃ信頼は取り戻せないんだから。自由時間が始まりました。子供たちは何やら一晩で二つのチームに分裂してしまった様子。みんなが何を思い、どこでどうしているのか、しっかりと確認し、名簿を更新していきましょう。もちろん、いつものようにチケットやプレゼントを集めるのもいいでしょう。ほう。覚えてる、覚えてる。うんうん。え、何名簿を更新しようって。ねえ。あの、なんか好きなものとか新しく増える。え、待って、カナタ2とかある。え、何これ、何これ。あ、2ってある。本当だ。タイム？何あー、なるほど。様子を見に行かないと、うん、こう詳細が分かんないんだ。でチーム絶対さ、チームごとでバトルあると思うんだけど、どう思います？思いますね、これは。これどっちのチームに属するかまだ分かりませんよっていうハテナか。はあ、でも早瀬くんはもう完全に狼さんチームっていうことね。ああ、なるほどね。なるほど。いやでも狼さんチームって絶対名前からして今回ハヤテくん回じゃん。だねえ。ウルフじゃん。くぅ、人狼ゲームかな。あ、ブロックアンサーでボーナス問題に失敗して落ちちゃったデミ。ねえ、もうやめて。くそー。やめてくれ。デミってんじゃねえ。デミってんじゃねえ。いや、じゃあ、ヤギさんから見てく？そうだね。みんなに話しかけるとこからかな。うんうん、ほい。そうは言ってもですね。みんなどうしたの？あ、お母ちゃん。あたちもメダル集めるです。アトラクションやります。BGM がいい。ここでじっとしてても、ユーロピアからは脱出できないから。なるべく怖くなさそうなアトラクションからダイナミックに。あー、かわいい。え、待って、顔可愛くない？こんなサブあった？初めて見た。え、そうだよね。大好き。大好き。いやいや、全員どう見ても怖がってるじゃないか。誰もが、ハヤテさんたちのようにする必要はないんですよ。それに、無理をしても、メダルを消耗するだけではなく、ゲームオーバーになる危険だってあります。そうだよ、みんな。こういう時にみんなの分まで頑張るのがユウ先生の役目でもあるんだから、メダルのことはユウ先生に任せて。でもかわいい。めっちゃイラスト増えてる。嬉しい。表情差分助かる。皆さん、岡田先生に頼りっぱなしなのが悔しく申し訳ないんですよね。ではこうしましょう。私たちは粉骨再生してメダルを集めてくれる岡田先生のため、この休憩所をより快適に改造しましょう。あ、いいアイディア。改造？そうです。疲れて帰ってきた岡田先生が気持ちよく過ごせるように雑事をこなす。これだってメダルを集めるのと同じくらい大変で大事なことですよ。あ、いい。それは例えばお布団を干すとかですか？いいですね。ふかふかのお布団があれば岡田先生もぐっすり眠れるはずです。残りのクレヨンと画用紙で休憩所をアーティスティックにするのは？さあ、そうと決まれば私たちも大忙しですよ。ダイヤくんだけずっとドット動いてるのめちゃくちゃ可愛いよ。ね、動いてる、ずっと可愛い。可愛い。おかちゃんのお布団干すです。あ、ライムさん、危ないので一緒にやりましょう。アキさん、ダイヤさん、工作をするならハサミで手を切らないよう気をつけてくださいね。配慮を欠かせないね。ダイヤ、え？
アルティメットカーニバル開幕よ。はぁ、かわいい。めっちゃ楽しみ。ライオン、うまく場をまとめちゃったな。やっぱり頼りになるな。いや、すごい素敵な提案だったね。さ、俺は俺でやるべきことをやろう。おー、名簿更新。これどうする、全部更新した後に一気に見るか。あー、そうするか。うん、オッケー。お、あ、アイディアが止まらない。アルティメットカーニバル、恐るべし。今あるクレヨンだけでもアートは生み出せる。そう、私ならね。そう、私ならね。うんうん、なんだよ、かわいい。秋と休憩所を飾りつけてるんだ。ゆう先生も完成が楽しみだな。おお、あ、来た来た来た、イベント来たぞ。ヒカル、マリア、今日もルミ先生のことをありがとう。いいのいいの、チェーンできるのはこれくらいだから。でもルミ先生なんだか元気ないないなの。うーん、本当だ。休憩所人がだいぶ減っちゃったし、ルミ先生も寂しいのかな。うん、ハヤテもユズリハも何焦ったんだか。そりゃ早くここから出たいって気持ちはわかるけど、一度バラバラになったらもっとバラバラになっていっちゃうよ。焦らなくて大丈夫だよ、ひーちゃん。マリアはヤニさんチームにいるよ。うん、そうだね。ヤニさん？え？喋った？喋った？ヤニさん。うん、聞こえてるよ、マリ。え？え？え？え、今？成長しちゃった？成長しちゃった？ルミ先生喋らなかった？喋った。待って待って待って、あ、成長しちゃった。あ、だ、これいいのか、いいんだろうか。あ、赤ちゃんも成長して喋るようになるのと一緒な感じかな。なるほど。ああ。どういうこと？いや、もう喋ると思ってなくて、ルミ先生どんな感じでやってるか分からなくなっちゃった。ね、僕も分かんなかった。ね。どういうことって。ルミ先生、俺が分かりますか？ひゃー。幼児対抗が治ったわけではないのか。どうしたんですか？皆さん、大きな声を出して。ライオン、今、ルミ先生がしゃべっ、ライオン！え？ルミ先生、成長したのかな？成長？幼児代行した人って、そのまま幼児として成長するものなのか？いやー、聞いたことないけどな。聞いたことないね。うん。私は守さんほど詳しくはありませんが、正直聞いたことがないですね。ね、ルミ先生、ミルク飲む？飲む。まあ可愛いけどさ。とりあえずは今まで通りにっていいのかな。このまま成長しちゃったらメダル必要になってきちゃうよね。あ、確かにそうだ。ねえ。え、それちょっと心配だな。まずいよね、動けないのに。うん。メダル必要になったら消費量が。そうだね。うん。あ、飛ばしちゃった。ここで寝起きするのにも慣れてきちゃったな。中が意外と快適なのが不幸中の幸いだ。うん。岡田。岡田？岡田。とりあえずは今まで通りにでいいのかな。岡田か。岡田。そう。ルミ先生びっくりしたな。いきなり喋るんだもん。でも悪いことじゃないよね。一緒に頑張ろうね、ルミ先生。岡田。岡田。ルミ先生まだ赤ちゃんだけどちょっとだけ成長したのかな。ひーちゃん大丈夫そうだし、午後はマリアもメダル集めようかな。集めちゃうの？集めんの？それヤギさんチームじゃなくない？そうだね。ねえ、このキッズスペース今やみんなよりルミ先生の場所と化してるな。でここはいいかな。じゃあみんな探しに行くか。そうだね。あ、まだいた。
ライムさん、お布団は地面につけてはいけませんよ。あ、布団干してある。金券立候、ヤギさんチームは私がしっかりと見ておきますから。ナイス。みんなのお布団をふかふかにするです。休憩所の平和はお姉さまと私にお任せです。かわいい。平和って言ってのなんかさ、うん、ヒーローのみんなから聞いてて覚えた言葉って感じがして。あー、わかる。え、ね、動きかわいくないこれ。え、なんか待って待って、え、かわいい。ねえ、ぴょこぴょこしてる。なんか増えてるんだけど。え、みんなのも増えてたりする。あ、てかあれだよね、あきちゃんのこれも増えてたしね。え、そう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 、そう、すげえと思ってたんだわ。え、ちょっと待って、ダイヤのさ後ろ姿バカかわいいんだけど、なにこれ。かわいい。なにこれ、しっぽ。あー、羊。ずっと見てられる。みんな探しに行かなきゃいけないのに。ちゃんと先生しようか。そうだな、先生しに行かなきゃ。あ、さあ、好感度どうする今日。そうだね、どうしようか。あー、もう好きな子あげちゃうか。うん、ピヨヨお任せしちゃうわ。オッケー、じゃあまずおみ、あーあー出ちゃった。え、待って待って、電話ボックスの前になかった。いる。待って待って、大丈夫。いるけど、ちょっと待って。あー、何。あー、なるほど、変えるのね。オッケーオッケー。あー、いつものやつね。ええ、待って、デミいるし。ねえ、変えるコール。あー、無駄遣いする必要ない。無駄遣いの必要はない。あー、ここでイベント発生。あ、シンタ、渡る。ん、ブラックか。二人ともどうして休憩所を出て行っちゃったんだ。みんな心配してるよ。ふん、俺はヒーローだからな。ヒーローはヒーローの判断で動く。心配するな。するな。そういうわけにもいかないよ。二人だって守とリンリンのことで疲れてるでしょ。あ、話題に出しちゃうのね。俺が本気を出せばメダルなんかいくらでもゲットできるのだ。もちろんみんなにも分けてやるぞ。ちょうどいい。俺たちは今からこのカエル卵叩きに挑戦する。あ、待って、まずくない。えクリック勝負とかしそうじゃない。ピヨヨマジ。プレイスキル求められちゃうこれ、大丈夫。ブラックもやるか。カエル卵叩き、卵割るのかな。え、ちょ待って、じゃあ割って出てくるのあいつじゃん。ひえ。メダル1枚で挑戦できるデミ、モグラ叩きみたいに穴から出てくるデミを叩くデミ。いっぱい叩ければメダル3枚、ダメダメなら報酬なしデミ。難易度も報酬も軽めのアトラクションって感じか。確かにこれなら危険は少なそうだけど。これいよいよやるんじゃない。やることになるよね多分ね。まあ、どうせ後回しにしてもあれだからやろうか。頑張れ、応援してる。おい、これやるならなんかつまんなそうなのなら。何を言うのだブルー、これくらいが意外とちょうどいいんだよ。いいからレッドについてこい。はぁ、あ、二人ともニッコニコでついてった。危険は少なそうだけど念のため俺も一緒に参加しよう。よし、三人で頑張ろう。お、参加料いただいたデミ、会場にご案内デミ。そっか、ミニゲームいっぱいこなす感じになるのかな。かもね。うん、あ、おー、え、おーおー、楽しそう。これ、もっかな先生操作するんじゃね。あ、マジ、ちょっと待って。会場が持ってる広かったわ。そうだね、聞きます聞きます。穴から顔を出したカエル卵を叩くアトラクションです。ピッカ、かわいい。制限時間は60秒。その間にたくさん叩いてたくさん得点を獲得しましょう。あ、以上でルール説明終わります。これクリックの方がいいのかな。はあ、頑張れピヨヨ、はい、クリックの方がいいんじゃない。そうだね。だね。おお、終わる、終わっちゃった。そこまででもいい。ただいまのスコアは14。ダメかも。あ、全員ダメダメデミ。メダルはなしデミ。あ、これゲームオーバー？こんなはずじゃ。あ、あれ？ああ、よかったよかった。ピ
はい。ちょっと待って、これクリック操作じゃダメだわ。普通にキーボードでやりますわ。オッケー。なるほどね。なんてことにならないように、ね、そうだな。気をつけるんだぞ。金ね、金。金大事。金。サングラスつけててもつけてなくてもあんま変わんないの。変わんないのか。点数。いやもうこっちの方がいいわ。断然。クリックダメすぎる。さっきより動きがしない。金いけ。えい。オッケー。待ってめっちゃ増えた。マジ？もう10点だよ。やった。金でかい。あ、いやもうクリック。うまい。いい。クリックがダメだっただけだわこれ。もうすぐスピードアップくるよ。ね。あ、なんか今出た。ああ。残り30秒。頑張れ。来い。来い。早いな、やっぱり。いいぞ、いいぞ、めっちゃいい調子。よいしょ。え、いいぞ。止まって。あ、惜しい。えい、ー、えい、ー、頑張って。あ、近いとこ。いいぞ。いいね、いいね。残り10秒。あ、遠い。あ、遠い。あ、オッケーオッケー。よいしょ、えい。あと5秒。4、3、こっちの方が近い。1、よし。オッケー。やったー。すごー。そこまででみー。ただいまのスコアは41。おめでとうでみー。やったー。ナイス。報酬のメダル3枚でみー。よし。でもそっちの二人はダメダメでみー。報酬はなしでみー。これどの道メダルあげるんだな。そうなんだ。意味ないな。ぬぬ。あらら。シンタがぶつかってくるから全然叩けなかったのら。多分シンタくんクリック操作だったんだろうな。うるさいうるさい。ブルーならレッドをちゃんとサポートしろ。はいはい、喧嘩しない。ほら、このまま続けてもしょうがないだろう。ユウ先生と一緒に休憩所に帰ろう。今回は調子が悪かっただけだ。見てろブラック、ヒーローはメダル100枚ゲットしてから帰るからな。あ、待つのら。規模がでかいのよ。シンタ、渡る？無理やりにでも連れ戻した方が良かったのかな。あれ、でもメダル、あ、まあいいか。シンタ、渡るの名簿が更新。狼さんチームっぽいね。そうだね、うん。お、自由行動中なら何度でも耐える卵叩きに再挑戦できる。あ、チケット！なるほどね。はいはいはい。あ、なるほどね。売店であるアイテムを手に入れると何かが変わるとか。まあ、これは裏でやりましょうか。そうだね。とりあえず一旦やってこう。